沖ノ島は日本海軍の解剖艦。艦名は津島海峡の沖、玄海などに浮かぶ沖ノ島から命名と推測される。ちなみに、艦名は初代であり、二代目は不設艦、沖ノ島である。解剖艦、三島は同系艦。元は1896年にロシアの新アドミラル機造船所で浸水したロシア海軍のアドミラルシャコフ級解剖船艦。 ゲネラルアドミラルアップラクシン。ゲネラルアドミラルアップラクシンは、バルチック艦隊に所属して、日露戦争に参加、ニコライネボガトフ少々指揮下の第三艦隊として、ウラジオストク開港中の1905年5月28日、日本海軍に降伏した。6月6日、日本海軍は露革したロシアン軍艦5隻を解明する。ゲネラルアドミラルアップラクシンは、解剖艦、 沖ノ島と解明される。同日府で5隻はそれぞれ軍艦隻に編入された。本艦はサセボチンジュ不在隻となった。カラフト作戦のために新設された第4艦隊の第7戦隊に組み込まれ、陸軍輸送艦の護衛に当たっている。同年11月16日、アプラクシンのロシア海軍将校より送られた蓄音機譜面や厳冬種板が、 西郷津義義を通じて、広仁親王、秩父宮陽仁親王、高松宮信人新納に献上されている。手法は、関前法に45号径25.4センチメートル連装砲塔を一気、関口法に45号径25.4センチメートル単装砲塔を一気の計算門。その後、沖野島は、複法の乾燥を行っている。第一次世界大戦では、 第2艦隊、第2戦隊に所属し、陳太尾方面で作戦に従事した。1922年4月1日、除籍。各艦とともに、艦艇類別等級表からも削除。本艦は雑役戦となり、佐世保海兵団の練習戦として使用された。1924年に廃艦となり、翌年に日本海海戦戦跡保存会に払い下げられた。 福岡県津谷崎町の町長、議会及び福岡県知事、柴田善三郎の西願により海岸に係留され記念館として保存する予定であった。だが、高天寺に座礁して破壊された。その後1939年に現地で解体された。日本海海戦時において当時の日本では、 ロシアの官名が記憶できず、アボキヨカズラの手によって特異的な呼び方をしていた。このゲネラルアドミラルアプラクシンは、アブラブキンと訳されていたという、日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく、階級は就任時のもの。ありがとうございます。